こんにちは香水です本日のお話は恋愛初期において映画デートは失敗するというお話をしていこうと思いますまず今日は前提として、えー、恋愛初期の段階の話です初期というのはまだお互いの関係性が断定されてない状態のことですねまだ付き合っていくかどうかもわからないし相手のことはまだよくわからないよっていう状態の関係性の話をしています そういった段階のデートで映画デートをするカップルってすごく多いんですけれど実はこれ私はあまりおすすめしてないんですねだから鑑定で来てくださった方に私伝えてるんですけどおすすめしないよってでも皆さんにこれ伝えてもねあんまりピンと来ないみたいなんですよ。 でなんでかなと思ったら多分デートイコール映画みたいななんかねドラマだったりとか何かねアニメみたいなこととかに出てくるねシーンでねよく恋人っていうかこう男女が待ち合わせをして映画を見,見るみたいなシーンってすごくよくそういえば見たことあるなと思っていてだからデートイコール映画みたいなのってなんか結構一般的にこう擦り込みがあるんですよね。 だから多分みんなの中で「それって普通のことでしょ?」みたいな「映画でデートで映画するの見るのってそんな変なことじゃないよね?」みたいな感じにみんな思ってるんかなっていう気はしてます。でも私もこれね最初映画の件は私の恋愛の師匠から言われてあそう言われてみたら確かにそうやなっていうふうに思ったから変えていったんだけど、うん、あの結局ね映画デートで盛り上がることって ほとんどないから初期ではやめときって言われたんですよでその、まあ、師匠が言うにはなぜそう言うかというと男性が面白いと思う視点と女性が面白いと思う視点がもともと合ってないんですね合ってないからその男女が一つの映画を見ても共感し合えないから盛り上がらないっていうお話だったんですよで確かにそうなんですよね例えば私の実際の私の体験を言うとね、まあ、今お付き合いしてる彼氏は洋画が好きなんですよ 外国人がが出てる洋画好きで,である時アマゾンプライムで見たいのがあるとか言ってくるからまあじゃあ一緒に見ようかみたいな感じで私はあんまり洋画好きじゃなかったんだけど、まあ、とりあえず見たんですよどんなもんかなと思って。でもタイトルすらもも私はもう忘れたんだけど、まあその アメリカ人とかが出てきてき、まあ、車にみんな乗ってるんですよ車に乗っていろんな車乗って追いかけ回したりとか逃げ回ったりするような映画で <laughs> ストーリーもあったんですけど私の中では印象としてはなんか車で追いかけ回すみたいなそういう印象しか残ってないぐらい興味がなかったんですねだから <laughs> ごめんなさい正直私の中で見たんだけど何が面白いかさっぱり分からなかったんですよ。で思わず終わってから この映画ってさ何が一体面白いって思わず聞いてしまったくらい本当に分からなかったんですよ。で彼氏は彼氏でね私が面白いと思うドラマあるでしょそうしたらこれ面白いから見てやみたいな感じで言うじゃないですか見見てくれるわよ見てくくれれるるんですね。だけどあれ何が面白いか分からん全然思わないとかって言われたりとかよくするんですね。要はまあ男性と女性では面白いと思うポイントが全然違うっていう話なんですよ。 で、だから男性が面白いと感じる映画と女性が面白いと感じる映画はここまで違うっていうことが言いたかったんですけどこれってまあ私たちの個人的な私たちの話だけじゃなくて一般的に結構よくある話やなと思うんですね。 でこれがね恋愛中期ある程度信頼関係ができている風だったらば別に映画がつまらなかったからといって関係が壊れることもままないから別に全然問題じゃないと思うんだけども、まあ、恋愛初期ってさまだわかんないどっちに転ぶかわかんないような状況で不安定じゃないですかその状態でいってですねなんか映画見たはいいけどなんかいまいちやったなみたいな感じになった時にやっぱり盛り下がることが多いわけですよ。 そしたらなんか映画がつまらなかっただけなのになんかまるで今日のデートがつまらなかったかのようなイメージとして残っちゃうわけねお互いがそしたらなんか盛り上がらないですよね。そういう面でもそうだし私ね映画結構好きだから一人見に行ったりとかするんですけどその映画見た後ああめっちゃ今日は見てよかったとかめっちゃ面白かったいい映画やったわって思う確率ってそんなに高くないんですよ10本見たら2本か3本ぐらい。 であとの多くは面白くないとこまで言わないんだけどうーんって感じなんかこう感想の言いようがない映画も結構多いんですよねなんだかなーみたいな <laughs> なんかそういうのも多いからなんか映画を2人で行くとなんかなんだかなーみたいな結果になるとその話題もなんかできないしなんだかなーなんですね結局ねそうなっちゃう。 どうしたら後で、まあとで映画見た後ご飯食べたりなんかしたとしてもなんかやっぱり会話が盛り上が盛上らなないムードになっちゃうんですよねもちろんこれ聞いてくださってるあなたがもうめちゃくちゃトークの力があってどんなことがあろうともね <laughs> その場を盛り上げるね能力があんなら問題ないんですよ映画見ようが何しようが。だけれども そういうい方は多分私の動画は聞いてないと思うのでやっぱりなんか頑張ってるんだけどうまくいかないんですよねっていう方が多分聞いてくださってると思うからその頑張ってるけどうまくいかない理由の原因の一つにもしかしたらこのね盛り上がないデートをしてる可能性があるんじゃないかっていう意味でお話しし見みたんですよ。であとね男の人もね、えー、デートに誘ってってもどこ誘っていいかわからないからとりあえず映画みたいな感じで誘う人も多いみたいなんですねどうやら。 だからでも映画でも何でもそうなんですけど映画を見ることが大事なんじゃなくて、うん、とその催しを誰と見るか誰と体験するかとかどんな感情どんな気持ちで見るかの方が本当は大事だと思うんですねそうした時になんだかよくわからない男性と2時間近くのね時間無言のまま隣に座ってる。 前だけ見てるっていう時間を過ごすことによく考えたら一体何の意味があるんのやろうなっていうことも思うんですね。でまあやっぱり映画館ってうるさくしたら迷惑だからと途中でね雑談とかもできないじゃないですかこう見ながらとかもできないから会話もできなくて2時間じーっと座って前見てお互いが。うん、でそれってでも何のためやってんのやろうなって思うんですよ。で映画を見ることが目的なのであれば本当に見たくてね1人で見た方が楽じゃないです逆に。 なんかよくわからない隣の人が横にいて気を使いながら見てもなんか面白くないじゃないですかよく考えたらで、もちろんたまたま好きな映画が同じでねあそれ見たい私も見たいと思ってたね俺も見たいと思ってたねみたいな感じになって見に行くやたら全然 OK ですよそれも最初から自分と好みが合ってたりとか気が合ってるからそれ見た後も面白かったとか言って話もできて盛り上がるだろうからそれ全然問題ないとで、あとねもう1個の面から言うとね <laughs> 相手を知るためにデートしてるんだから恋愛初期の段階ほど本来ならばもっと会話をする方がいいと思うんですね。で話することとか質問することとか本当は山ほどあると思うんですよ最初って。それの話をねあの、まあ、頑張ってるけどうまくいかないっていう人たちに私するんだけどもいっぱい聞くことあるでしょって言ったりするんですね。って言ったりするんですね。そうすると、まあ、結構な割合で「いや私何話したらいいか分かりません」みたいな感じが返ってくることが多いんですよ。 で、そういう方に私が言いたいことはいや話すんじゃなくて聞くことがあるでしょと思うんですね。まあ少なくともあなたが婚活をしているとするならば彼がねその新しく出会ったその彼が自分と人生を共にできるような人なのかとかをなんとなく知,知っていけれるような会話とか質問がたくさん本当はあるはずなんですよ。 そういうのを聞かないままなんか仕事の話ずっとして終わったりとか友達の話友達がこんなんあってねみたいな,なんか全然関係ない友達の話して帰ってきたりとかなんかエン,タテエンターテインメントなんか映画だったりまあね自分の好きな,なんか趣味の話とか、まあ、それもいいんですけどそれだけして帰ってきてなんかその自分たちと全く関係ない話をして帰ってくるみたいなデートを繰り返してたりとかするんですね。 そそういういいいのとか聞いた時に、えそんなしして楽しいって私聞くんだけど2人のために会ってるのに2人の話題をあんまりせずになんかちょっと上積みの関係ない話ばっかりして帰ってくる時間を過ごして何が楽しいのってことなんですよ。まだ相手のことを知らないわけだからまあ知っていきたいから会ってるんであればいろいろ聞けばいいと思うんですよね。 私がこういうふうに言うとね「えそんな相手のことそんなに聞いてもいいんですか?」みたいな感じで聞かれることも多くてなんかそういう方々って相手のことを聞くことが悪いことだっていう認識を持ってるみたいなんですねなんか聞いては申し訳ない聞いては悪いっていう感じで思ってるわけですよでもねいやいやいやそもそもねデートの目的忘れてませんって思うんですよデートってそもそも何しに行ってます 映画が目的じゃないでしょ。水族館が目的でもないしケーキ食べたりお茶のものが目的じゃないんですよねむしろそっちはサブじゃないですか知らない者同士が出会ってお互いを知るためにお話をするのが本来の目的であって、ね、でもかといってねだからって言ってさ話するだけだからって言って公園のベンチで一日中ずっと座っててもしょうがないじゃないですか。 いい歳した男女はねだからまあそ,れそれも何ですからお茶でもしましょうかだったり映画でも見ま,見ましょうかだったり、まあ、水族館で魚でも見ましょうかみたいなことになってるわけであってメインはあくまでも会話であってそういう催しはサブなわけですよねだからその多くの方を見てるとなんか自分は何のためにこの行動をしているかっていうことをあまり考えずにぼんやり行動している人が多いなと思うんですけど、まあ、そういうふうに目的を 持たず行動した結果ね得たい結果は得られないわけですよこれはまあ婚活だけに限らず人生全般にいることなんですけれどね例えばねあなたが大阪から東京の新宿へ行くと決めるからこそ宿も決められるし交通手段もその後決まっていきますよね目的は新宿に行くなわけですよ でも目的を持たずとりあえずなんとなく旅行に行かなくちゃって思い立って家を出たらどうなりますっていうことなんですね。あれ私どこ行くんやったっけみたいなあ何のために家出たんでしたっけみたいな感じでさまよってしまうことになると思うんですよ。目的を持たずに行動しているというのは、まあ、やってることとしてはこれと同じなんですね。だからまあ婚活ですぐへ疲れてへこむ 人いるじゃん引き込んで行動できなくなる人もこれにすごく似てていやそもそも結婚するという目的のために自ら選んでやっていることなのにその目的を途中から忘れてなんか疲れることだらけやわって言ってその感情に終始することになって行動を止めちゃうみたいななんかそすごく似てるんですけどね本来の目的デートの本来の目的は相手を知ることでしょって相手に知るために質問しなかったら知れないじゃんね ね、なのに「えそんな聞いていいんですか?」ってなんか言ってることがぐちゃぐちゃなんですよね。話をもともしますけどそもそもデートは何のためにするかという原点に立ちのものって考えたならばも盛り下がる可能性が高いと最初から分かってるデートはできるだけ避けた方がいいっていう話になるわけですよ。行動した結果が盛り下がるんであればやらない方がマシじゃないですかで。良い関係をこれから先築いていけれる相手を探してるって ここととなななのに最初から盛り下ががるる確率が高いいやる意味はは本当はないわけなんです、ね、で、男女が知り合ってすごく気があって仲良くなってまた楽しいから会いたくなってってこの流れがないと付き合うとことにすらもならないですしましては結婚なんか行くわけないっていうことなんですね。ということは同じ時間を使って会うんだったらばうなんかあのことあって楽しかったな。 ただ会いたいなという時間になるような相方をある程度演出じゃないけどある程度考えて実践する方があなたの婚活にとって無駄がが少ななくてて効率いいいよっていうお話なんですですから、まあ、初期段階で映画デートをすると、まあ、基本あんまり盛り上がらない確率が高いので <laughs> おすすめしませんというお話でした。 ということで本日の話は以上になります。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。